ポルトガルで開催されている WRC、世界ラリー選手権の第5戦。大会3日目には、優勝を争っていたトヨタのカッデロバンペラ、勝田タ・元が共にデイーリータイヤを喫する波乱の展開となった。ラリーポルトガルの序盤では勝田が躍動し、2日目の午前までラリーをリードしてみせた。午後にはロバンペラに首位の座を譲ったものの僅差で食らいつき、 二日目を終えた時点ではロバンペラと3.7秒差、そしてセバスチャン・オジェ、トヨタ、と2.7秒差の3番手。かつたは自分自身のドライビングに関しては完全に満足のいくものではありませんでした。としつつも、トップと近差の3番手で二日目を終えられたことには満足すべきだろうと語っていた。そして迎えた三日目、SS10、SS18、 は路面変化の大きいコンディションということもあり、ドライバーたちにとっては厳しい一日となった。SS11 では、SS10 で最速タイムを記録していた総合主位ロバンペラが木の切り株に当たって横転。これによってデーリタイヤとなってまい、優勝争いから脱落した。そして続く SS12 ではかつたもマシンを土手に当ててしまい、 リアサスペンションにダメージを負ったことでこちらもデイリータイヤをせざるを得なかった。これにより、3日目を終えての首位はオジェに。オジェから11.9秒差の2番手にヒョンデの夫タナク、タナクから59.5秒差の3番手に同じくヒョンデのティエリー・ヌービルが続いている。カツタもロバンペラも、マシンを修復した最終日のラリーには復帰する予定。 かつたは厳しい結果になった3日目を振り返り、トヨタのプレスリリースに次のようにコメントした。予想していたように、今日のステージは路面に砂が多くありました。それでも車の調子は良く、気持ちよく運転することができていました。最初の2本のステージに関しては、ペースをコントロールしながら走っていましたが、リズムはあまり良くありませんでした。しかし、 3本目のステージはフィーリングが非常に良く、すべてをコントロールできているように感じられたので、序盤から攻めていきました。ところが、あるコーナーでわずかにラインが外れ、少しワイドに膨らんでしまい外側の土手にぶつかってしまいました。そこまでペースは良かったですし、さらにプッシュできるくらいの余裕もあったので、とにかく残念でなりません。 この状況を受け入れるのは難しいですが、これがラリーというものです。何が悪かったのかをきちんと理解した上で、前に進むしかありません。まだ明日もあるので、プッシュし続けるつもりです。なお現在の WRC のポイントシステムでは、デイリータイヤを喫して総合順位争いからは脱落したドライバーでも、 最終日に出走して速さを見せれば多くのポイントを獲得することができる。最終日のみのタイムでトップとなったドライバーには7点。最終パワーステージで最速となったドライバーには5点が与えられる。